緊張する。はい。お、決まってんじゃないか。一色か。お前なんでいるんだよ。一番の友人が結婚するんだぞ。来て当然だろ。でも呼んだ覚えないけどな。呼べよ。つか確かに招待状来てないけれどもだ。なんだ。だったらやっぱり呼ばれてないんじゃないか。平然と言うな。にしてもよくここまでこぎつけたよ。お前がクラス4位の可愛い子ちゃんと結婚だなんて。俺も頑張らなきゃ。どうなんだよクミン先輩は。バッチリよ。はい。うなしくん、そろそろ。クミン先輩、お久しぶりです。はじめまして。富樫くんと同じ部活だったちゆりくみんと言います。くみん先輩。あ、僕ですよ、一色誠です。一色さんですか。富樫くんとはどういった。ほら、それカツラだったのかよ。あ、お嬢さん、今日のウェディング仏前式だったかな。くみん先輩。お前本気でもう諦めろ。あれから2年が過ぎた。まさかこんなことになるとは思わなかったけど。リッカ、ちょっと大丈夫？俺は今日リッカと結婚する。じゃあしっかりね。悪いな。それにしてもあのバカ、本当に来ないつもりかしら。中にはいないのか。うん、さっき覗いたけど。デコモリはこれまで運命を共にしてきたサーヴァント、この契約を受け入れがたいのは確か。そろそろお時間ですので、よろしくお願いします。じゃあね。ユータ。なんだ。恥ずかしい。安心しろ、俺もだ。ユータ、儀式を行うことに一体何の意味がある。じゃあやめるか。やだ。お前は一体どっちなんだ。どっちなんだよ。邪魔はそこまでです。誰この声。あのバカ。この婚儀と新たな契約、マスターのサーヴァントであるデコモリさない、決して認めないのです。あそこを見ろ。マスターはデコモリのマスターなのに。
なんという俗っぽい夢だ。ラフレシアはソースの方が合うね。パラパパー。